すいません、10分くらい遅れちゃったんですけど。おはようございます、みんな。おはよう。SKE の単独コンサートに来てます。誰かいる？うん？なんか動いてるなって思ったら、お洗濯の干すやつが動いてただけやった。影がそう見えただけやった。今日の予定はレッスン行ってきて、そっから公演です。今日は土曜日やのに夜公演しかないんですね。お腹空いた？うん、だいぶ空きました。目覚め良さそうだね。良いです、目覚め良き。すっぴんですか？すっぴんです。起きてすぐだよ。今日もずんちゃんうちゃん持ってく。お、待ってます。やった。うちは見つけるたびに嬉しくなる。うん、嬉しい。とってもおはよう。朝から配信お疲れ様です。今日は今から練習してピアノのレッスンに行ってきます。あ、行ってらっしゃい。頑張ってください。つらはもピアノ習ってた。毎週ね、土曜日の朝に行くのが憂鬱ですごい嫌やった。そう、練習もしていかなくて。手大きい。うん、なんかいつも水曜日の夕方からなんかね、水曜日の夕方からレッスンしてたんですけど、学校終わった後に遊びたいから夜
曜日変えてもらって土曜日の9時からにしてもらってたんですけど、なんかそう、そうなんですよ。先生が怖かったの？全然怖くないんですけど、なんか練習するのがすごい嫌で、練習していかなくて全く弾けないってことが分かったから、あ、すずはー、はーい、そうなんですよ。あくびが舞いちゃった。今口の中であくびした。今日からゴールデンウィークなん？なんか なんていうか、アイドルになってからかな、もうさあゴールデンウィークも関係なくなったし、そう、そうなんですよ。だからあーゴールデンウィークって言われるけど、そんなにあんま分からんそう、今日から連休、何日までゴールデンウィーク？あ、そうなんですね。6日までなんや、へえ、初知り。そうなんや。
や、なんかそういえばコメント読んでる時さ、すごい無言やなって思って、でもこの無言タイムをどう乗り切るかって思って、どうしたらいいか分かんなくて。ピースしちゃった。4月の30日は写メ会？そっか、楽しみじゃ。で、5月はもう洋服決まりましたよ。あ、5月は何やろ。5月5日も写メ会、あと5月、あっ2日連続か。じゃあ5月5日と6日は飾りが一緒かも。やった、2日連続で写メ会はなんか嬉しすぎる泣いてる、ちょっとだけあくび我慢しちゃった。4月30は決まってるけど、5日は でもある服を着ます。じゃあ5月5日6日にあるから、善悪は規制できないですね。残念。まあいっか、写メ会あるし楽しみ。ある服はあのお部屋にある服、今現在置いてる服。おはよう、おはようございます。わ、久しぶりに来れた、ありがとうございます。ずんちゃんとアクション楽しい？
どうかな。楽しいと思います。多分。多分ね。そう、大阪の全国握手会、私は参加します。イエーイ。すごい嬉しい。うん、嬉しみが深い。かよちゃんの言葉。5月1日が劇場デビュー記念と誕生日。そうなんや。あ、握手会が楽しいかどうかはご無性が立証してます。お、どういうことだ。ありがとうございます。褒めてもらってるのかな、これ。今はっちはね、あ、照明って言うんか。ああ、難しい方に考えた、考えたね。久しぶりに来た、ありがとうございます。ずんちゃんは怒ることあるの？特にないかな。うん、特に怒ることもなく平和に過ごしてます。でも人の話をねちょっとよく流してしまう癖があるから。ほんまちゃんがポジション間違えると怒る？いや、特に。うん、お怒りモードにならない、特に怒ることもなく平和に過ごし、そして何もない。昨日のお客様公演最高だったよ、誕生日です。あ、よかった、ありがとうございます。ひろしさん、画面にちょっと怒ってください。痛たって言ってる。痛くないでしょ。せっかくレジスタンスの顔をお願いします。いや、あれね、難しい。
じゃあそろそろ順位発表して終わろうかな。何をしたら怒られるの？特に怒ることもなく、あんま怒んないかも、何されても。じゃあ順位発表します。第13位、マナヒーさん、おおきに。あ、だ、あ、じゃあ、第12位、YST よしかずさん、おおきに。第11位、あ、今来た、ありがとうございます。第11位、ママズン大好き、もてあそび人のたまちゃん、おおきに。第10位、ガタックさん、おおきに。第9位、フスックスさん、おおきに。第8位、チャリできたさん、おおきに。第7位、グワシさん、おおきに。第6位、新アットマークズンちゃんズさん、おおきに。第5位、スズハ超絶推しオレンジさん、おおきに。第4位、シロー46さん、おおきに。第3位、ホタルさん、おおきに。第2位、かっちゃんアットマークスヌーピーシャツさん、おおきに。第1位、かわせさんです、おおきに。毎度おおきに。かわせさん1位、おめでとうございます。あ、名前呼ばれるの聞いてなかった。第13位、マナフィーシャン、おおきに。間違えた、シャンって言っちゃった。そしてたくさんのね、スペシャルギフトもありがとうございます。いい、こんなにおばらと、あ、今日はハートが多い、あ、愛を伝えてくれてるのかな。桜、だるま、お花束、お花束、ハート、ハートすごい今日。おおきに、毎度おおきに。指のここがかゆい。そしてたくさんのグミもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。そして2848人の方もありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございます。じゃあまた。バイバイ。ありがとうございました。あ、2900人になった。ありがとう。じゃあまたね。今日も公演頑張ります。バイバイ。